皆さんこんにちはレック専任講師の小原範彦です、えー、本日はですね、えー、いよいよ試験も近づいてきた宅検試験についての宅検試合格のためのゼミのお話をさせていただきたいと思います、えー、まあ、いよいよ宅検試験もですね、えー、近づいてきましてまああのー、だんだん暑くなってきて夏を越えてそしてまあ最後秋に 実りを迎えるという時期が来ると思うんですが、えーまあ、やはり夏を制するものが、宅見を制すると、私は思っておりますし、まあ、夏、一緒に暑い日を過ごして、合格へのレベルアップをしていただけたらと思っています。まずあの、やはり私が望むことはもう一つです。全員で合格したいと、関わる人全員に合格を手にしてほしいという、それだけです。そののためにに、えー、ての、まあ、私自身今年31年目になりますが すべてを投じて皆さん方にできることはすべてご提案できたらと思っておりますその提案としてですね通常まあ学校の授業ではできないような違う切り口での勉強のやり方としまして今日お話をさせていただけたらと思いますでまず一つ目がですねまず少し見ていただくとこの「たっけん養成講座」というゼミのです、ね、お話なんですが えー、この講座はですねまあ,あのそこに見ていただいたら分かりますように一つがまあお盆特訓ということでお盆に数字をやるという講座それから続いて過去問が解けない人の回答力を要請する講座そして私からの挑戦状という個数問題そして最後の直前のメンタル道場というやつをやっていくということになるんですね。 でまあ、あのセットで勉強していただくと非常にこういう形でお得にはなるということが、えー、見ていただいたら分かるかなとは思うんですけれどもまずあの1つ目の,そのこのセットをですね「ゼミの」の「養成ゼミ」という中にはどんなものが入っているかということを少しお話をさせていただくとまず1つ目がしょっぱなくるのが、えー、そこにあります「えー、お盆特訓」「一日ね一日でお盆で」 品質数字を全部理解しましまょうと、まあ、今年もやりますということで、まあ、あの通常毎年公表で結構な人数が集まっていただきまして、えー、お盆8月14日の日曜日朝10時から17時半ということで、えー、通常まあここにまあアップをして頂い,いて見て頂くと分かりますように、えー、権利関係がですね、えー、まあ10時から11時半の 90分そして宅検業法が11時45分から1時15分の90分そして昼間単で制限法令上の制限の時2時15分から90分そして最後税金が4時から5時半の90分とこの4つをですね踏まえてこれがお盆で1日で必要な数字をね理解をしていただくコースになります。 でこれもですねここ見ていただきますと分かりますように、えーまあ、通学まあ来ていただいて当然私と一緒に勉強していただくっていうのが通学なんですが実は通信のウェブとか DV のフォローがつくんですねで一般価格というのはあレックの受講生じゃない一般の方も当然受けれますのでこれがそれぞれこの金額がここに示してありますで、えー、まあ,あのお得な方としてはやはりですねこの フォローをつけた方が私はは絶対お得やと思うのはこの DVD だけでも1万,円、えー、っと1万2万二千円かかるところを例えばレックス製ですとですねフォローをつけて要するに2円も DVD 持って帰ってなおかつ何本も出て1万3千円だか1,000円しか違わないですね。 これはやはりできればそっちの方がお得じゃなないいかなという気はしますね、まあ、映画で言えばいっぺん見てもまた見たいという時に、えー、また映画館行くのかあいたらまた金もかかりますけども DVD があれば試験まで何面でも勉強できるというのがメリットかなというふうに思います。で具体的にどんなものをやるかっていうのはちょっと後で動かしたいと思いますので、えー、まずはお盆特訓の、ねえー、内容を一つやりました。そして続きましてがですね解答力要請ゼミっていうのが開けていただくと困難があります。 でこれはですね実はやはりあのなかなかこう過去問が解けない要するに何をポイントとして解いていいのかが分からないという人のためにここにありますように解、えー、答力要請ゼミといいましてここもですね見ていただくと、えーまあ、使用する日にちがですね、えー、まあここに全部載ってますが、えー、8月の21日の日曜日から進んでいただきまして。 まず21日の朝から夕方までやっていただいて、えー、まあ権利関係全部とで次の28日が宅検業法そして税法令上の制限が次の日曜ということで3週にわたってやっていくということです。でこれによってまあ過去問がかなり解けるようになっているというのが今までもありますので結構レベルアップしていただけるかなと思います。 ただまあ科目によって私はこれが大丈夫やいう人もいらっしゃるのでこの辺は科目別の申し込みもできるようになってます科目別に例えば権利業法制限を別々にというまあ当然単発ですと6,000円6,000円6,000円ですから1万8,000円ですがそれはまあ一括で受ければ1万4,000円とお安くなるんですがまあそれは自分でねえいや俺も全部受けるよっていう人はえ全部だしこの分野っていうこともできるということになっているのが回答力要請ゼミというやつを受けていただくとね。 いいいいかなという,ふうに思いますそれから次はですね、あのこの小原から、私ですねからの挑戦状ということで、やはりこの近年増えてきています個数問題を対策したいということで、個数問題を解くということなんですが、一応、ここもここに書いてあります通りですね、ちょっと見ていただくと、ここにありますように、 ここにですね権利関係に関しては朝からやりましてこれまあ25日ですね日にちが9月の25日の日曜日になります。時間としてはそこにありますとおり宅権利関係宅権業法法令上の制限というふうに問題を解いていくということですねで問題を解いて全部25問ありますのでそれぞれの ポイントを理解していただいて、すべて個数問題にしちゃいます。で、権利関係の二十五問、宅建業法二十五問、法令上の制限税その他で二十五問、七十五問を一日で全部個数をやると、なかなかハードですけども、もう試験まで一ヶ月切っておりますし、今は試験問題で個数問題が約二割を占めてます。今後増える可能性もありますので、やはりこの対策を取らざるを得ないと。過去問もそんなにはないんで、その問題をやっていくということで、えこれもですね毎年公表で。 今年、ね、ままたた実施をいたしますこれがまあ個数問題というやつです。で最終最後のところがこの100%っていうこれまあ私は俗にメンタル道場と呼んでるんですがやはりね一番大事なことは僕はあの自分の力自分らしさと書いてるんですが何自分の100%力を出せるかどうかなんですね。勉強してきたことを確実にやれればそれは確実に合格はできるはずなんです。ただやはり 思っったたように力出せなかったこれ大事なことが何かというと1週間前どう過ごすか前日どう過ごすか当日どう過ごすかそして、ねえー、最後、ねえー、試験の中でどう対応するかみたいな話を最後お話をしてで、まあ、それぞれあの参加していただいた者にはプレゼントとして問題とかいろんな特典がついております。まあ、これは細かくくチラシを見てていいただくと、ね、ついておるんですがで え最終的に今言ったそれを全部含んだやつが先ほど最初に言いましたこの宅検養成ゼミというやつになります、まあ「宅賢士養成ゼミ」っていうことでえ全部を受けていただくとえまあ当然セット価格になりますからお得になるということでまあ結構6週ぐらいの感じでねえ全部でありますかねえっとた、えー、お盆特訓が1日で、ね、回答力が3日それから個数問題とそれから えねえー、メンタル道場で、まあ、6, 6日ぐらいありますからそれ全部含んでここに書いてある金額になりますまああの最終的にやっぱりセットの方がそれは1割ぐらいのお得にはなってると思いますので、えー、ご確認いただいたらいいかなというふうに思いますまああの大体これが内容的な流れとしてご理解いただいたらいいのかなというふうに思っておりますはいえー、まああの今ちょっとお話をさせていただいたように まあ、あの夏場をきっちり勉強していく、まあ、当然学校で勉強していただいている方またあねスーパー合格講座とかウルトラ即習とかいろいろあるんですがまた、あのーねえー、勉強がまだ進んでないという方もいらっしゃいますのでぜひこの機会にね、えー、進めてあげていただいたらかなというふうに思ってます。でえー、先ほどお話ししましまたように、えー、少し、ねえー、そのお盆特訓の,その 通常の事業とは違う問題を解いたりだけじゃないんで、その辺をちょっとご理解いただくために、えー、パワーポイントのです、ね、図をです、ね、少しお見せできたらと思いまして、今、用意をしてきました、えー。これですね、少し見てください、これね、税金、こんな画面をちょっと勉強していくということで、えー、ご理解いただいたらいいかなと。まず税金、ちょっと見ていただきましてね、こんな画面でね、例えばまずね、不動産取得税。 っていう税金ねこれは、まあえー、まあ今年おそらく不動産の方が可能性があるかなと言われてるんですが、えー、税率なんですがこれ3%とか4%っていうのがあるんですねでこれは一体どういうことかというと例えば今住宅とか土地を取得した場合にはですねこれに対して3%の税金がかかりますよというわけですね。で住宅以外の家屋の場合は4%の税金がかかってくる。 これはまああの言葉にしたらなかなかねあのこうやって図に見ると分かるんですけどこれは文章になっていきますんでいかにこうねピクチャーっていうか目に焼き付けていただいたらいいのかなという感じがします。で例えばえっと不動産取得税の免税点っていうのは10万円未満っていうんですがどんなものを言うのかというと例えば土地にあってはですか課税標準が10万円に満たない。 こういううい状態の場合には課税されませんよというんよですねで。建物に関して課税標準が建築の場合建てる場合は23万円未満そしてそれ以外の取得の場合は12万円未満は課税されないんですねこれを実際に先言いました免税店と呼んでるわけですねこういうの。でだから12312と覚えるんですがこういうふうな数字ね覚えりゃあかんのですねこれそう,そういう規定ですからね。 次、1200万控除、住宅を取得した場合の課税標準の、ここなんかもポイントとしては、これ、課税標準なんですね。税額なのか何なのか覚えておかなかね。はい。新築住宅を建てた場合、課税標準がかける税率、まあこれ税率は3%なんですが、えー、1200万が控除される。で まああの通常これ1200万といっても固定資産課税台帳に登録された価格なんでまあ通常建築費用の40%から70%ぐらいということでかなり半分ぐらいになってくるんではないかなというふうには思うんですけどねでこれが1200万円控除があるとで床面積でいうと50から240平米以下これ法人でもいけますね貸し屋でも OK ですねこれ賃貸の場合は40もありますんでねこの割と新築は優遇していると。 いうことなんですねでこれ中古もあるんですが実は去年改正のところで出てるんですが昭和57年1月1日以降に関しては OK ということで,でも34年ぐらい今いけるようになってますこれ耐震基準に適合してるんであの結構改正としてはねあの狙い目のところなんかなという気はするんですけどねまあこういうのがあ,あります、ね、1200万工場どこから、ね、税額は3税率は3倍だからね出しますからねはい次2分の1。 不動産所得税はね全部課税標準なんですよ。やりやすいね。はい。各地ね土地に関しては課税標準かけ×、まあ、例示は3%はい、えー。価格が2分の1になると半分になります。それで税額が計算されるというですねだから先ほど見ていただいたように土地も建物も課税標準どっちが1200万でどっちが2分の1。これはねやっぱり気ぃ付けなかっなこれ2分の1が。 税額から2分の1というねこういうふうになっている場合ありますんでねこの辺はちょっと間違いのないようにえ押さえておいていただきたいと。で固定資産税ねこれはまあ去年取材されたんですが3年間据置くということで、えー、っと課税標準家屋土地に関しては据置期間ということで固定資産課税台帳の課税標準を3年間据置くこれ2015評価がいしてますから2016今年だから来年17年来年までは評価は一緒です。 だから18年にはまた評価買いがあると当然土地なんかで値段が上がれば買えるということで家屋はまあ焼却しています下がったりとこれが固定資産課税対象に登録されたが3年間据えということです、ね、例外的に地目変換があったり例えばた、えー、原野を宅地に変えたらこれは当然ながら土地の値段は上がりますからねでまた家屋を改築したらその部分は当然ながら、えー、まあ 不動産の取得とみなしますんで、この部分は当然ながら不動産がね価値が上がりますので当然水置きはないと。だから原則として3年間でこれ原則というか例外がこの辺にありますのでね、こんなんもちょっと押さえておいていただきたいところかなというふうに思いますね。いいですか。で次税率1.4です。これ実はあの制限税率2.1のもうなくなってるんですね。以前あの小泉総理大臣の時になくしておりますですね。はい、いいですか。今土地家屋 標準税,えー、課税標準税率ね1.4%です。で計算して税率ですねこういう形です,です、ね。はい。だから納付ですが10日前までということで今家建てますと当然役所に対して納税義務者が通知を受けますそしたらこれは納付の10日前までに納税通知書ちゃんと来ますよお税さ税あのちょっと薄い、えー、小豆色のちょっと薄いようなやつが来ると思います。 前もってまあ皆さんが車の免許あの車の税金なんかも5月中2のね、えー、来てるのが例えばゴールデンウイーク明けぐらいに来るというのはこんな感じでね納税通知書来る新セ、ね、線でもね来ますんでねだから10日前って言うんですねこれね明日払ってくれでもお金いりますんでねなかなかそういうわけにはいかないのかなというふうにね思いますんでねで、えー、税額固定資産税の免税店の方不動産取得税は12312ですがこっちは30万円未満ということなんですが。 土地、課税標準が30万円未満、課税されない。そして、家屋、課税標準が20万円未満は課税されないといですね。では次、6分の1、3分の1、これ、住宅用地の課税標準の特例ですか、これ、去年も実は改正になってますね、ここね。小規模住宅用地6分の1、一般住宅用地、超える部分が3分の1。 200がが分分ののでこれあの結構ニュースなんかでも皆さん方聞かれてることがあると思うんですが6倍になりますよというなんかニュースがあるんですね。でこのお6倍になるという表現なんですがこの6倍という表現は実はあの6倍という表現は 6分の1がなくなるっていうのは、実は去年、改正がね、入ってると思いますが、えー、特定の貸し家住宅、空き家住宅ね、空き家住宅に関しては、6分の1をしないですね、この例えばここに家建ってるんやけども、ボロボロやと、ゴミ屋敷が言うんやったら、こんなんは6分の1引かへんと、そんなまはほとんどさらちと一緒やということで、えー、ゴミ屋敷とか、例えば、危害をこっち倒れかけてるとかいう場合なんかは、もう6分にならないんですねこれは去年の改正としてね。 では次3年間5年間新宿業これは税額税額の控除例えば新築住宅ができまして税額からね3階以上の中高層大会以外まあ木造だこれなんな、ね、木造の新築だから課税標準がはいこっち側は、はい、3階建て以上の中高層マンションなんかね5年間2分の1になります 床面積は50から280固定資産では280不動産所得では240ただ120平米の部分が2分の1になります。ということは150ならば120は半分で30はそのままという計算になるんですね。こういうのがね計算式はいここだから税額からね。はい次所得。やはり所得っていうのはなかなか切り口が多くて難しいとことですね。長期 今おっちゃんがおばさんにお姉ちゃんに売りました。譲渡した年の1月1日に所有期間が5年を超えるもの、これが長期です。ここちょっと気をつけてほしいのはこの1月1日で超えるというところね。この辺をきっちりと見ておいていただきたいと思いますね。いいでしょうか、ね、そして3000万控除ね、こんなのね。これもよくね。これね居住用譲渡した場合の特別控除が3000万控除なんですよ。これもやっぱり言葉として よく理解できてない方も多いんでちゃんとね見といていただきたいと思うんですが、はい、今おっちゃんが居住用財産これ収入金額この高田値段とかが7,000万だとでお姉さんに対して1億円で売りましたはい1億円から7,000万を引きますと3,000万儲かってますよね。 これ3000万の特別控除を受けますとこの3000万の浄土益の範囲は課税されないんですね。税金かけない。ただこれは景気のええときであって景気が悪いときはいりませんよねこんなん必要がないわけですから、ね。で3000万控除ということです。これ短期浄土所得でも受けれます短期浄土は5年以内ですねただ3年に1回なんですよ。例えば去年受けまして今年また買い替え受けれますかえたこれ無理なんです。 で本年ですね本年前年前々年に買い替えの特例を受けていないことだから買い替えと3,000万は選択適用ということやなはい収容交換の5,000万っていうやつなんですがこれなんかは例えば今居住用財産が5,000万円で収入これこんな工事ね公共事業1億円で収容されました 1>, 1億円から5000万円引くと5000万儲かってますね。この場合、3000万控除を受けても2000万は課税されてしまう。だけど、5000万控除を受けたら、5000万は浄土益の範囲やから、これは課税されないですね。これが収容交換の5000万控除というやつです,ですか、ね。はい。特定の買い替え。さっきあの、買い替えとは選択提起を言いましたね。はい。いいですか。今、居住用財産取得費5000万。 1> 1億円で売りましたこれでも1億2,000万のを購入したとこういう事例です。今1億円で売った家は5,000万で買うてます。でも実は新しい家を1億2,000万で買ったと。この場合1億円で5,000万ということは5,000万儲かってますねこれ。ということは3,000万工場を受けても2,000万課税ですわ。この場合 買い替え特例を使うと、1億円で1億2000万円を買うてますから、2000万円は借金してますね。2000万円は借金が残るので、課税されないと。こうなるわけですね。これは買い替え特例。これは選択適用、どちらか,ですかね。ただ、条件がありまして、浄土資産。さっき売ったやつね。1億円で。はい。居住期間が10年以上なんです。所有期間が10年を超える。 価格が1億円以下。買い替え資産は、床面積50から敷地が、50以上。上限ないんですね。国税今撤廃してるんでね。敷地は500平米以下です。これセットで合わせちゃあかよ。床面積50で500平米以下違うからね。はい。では次、長期浄土所得。今、6000万円で取得費。長期浄土で。 1> 1億円で3,000万工場で売った,受けたら1,000万は課税なんですが税金何も取られるかと1,000万の、はい、15%やから150万です長期やったらねでもやっぱり税率高いですよね不動産所得税なんか、えー、固定算が1.4ですからね明らかにね、はい、所得10%軽減税率はい浄土した年に1月がこれ10年を超えないといけません1億円で売った場合 4000万円儲かってます。3000万工場で1000万。税金なんぼかと。6000万円以下の部分が10%。超える部分15%。これ5%得ですからね。はい。100万円とします。だいぶ助かりますね。次。有料住宅のための土地を同乗した場合ね。5年を超える。はい。これ、いわゆる8000万円。公共事業。 8,000万から2,000万もかってますのでこの場合 10%15% はい10%で200万これやっぱり5%助かると大きいですよねこんなんが軽減税率というやつですだから住宅借入金住宅ローンですね今買い主が住宅買いました銀行からローン組んで1億円で購入したこれ借金があるから負けてあげましょう、はい、10年間4,000万円1%これ年間40万で 10,、えー、10年間で400万が最高と。 家屋の床面積が50平米そして年間の所得が3000万以下年間3000万儲うけたらもうええやないかというぐらい儲かってますよねこんな感じですねよろしくはい飲酒税というね飲酒なんかやったこういうね例えば売買契約をして6000万円に減額した場合それとか贈与した場合にはこれは記載金額がないと記載金額がないとね例えばあの何えー 非課税とは違う、ね、<laughs> 最低200円を取られますんでねすみません、ね。いいですか。かい税3倍ですね。これなかなか面白いですよ、この画面。パッと動くでしょう。あ見ました以上。<laughs> 見といてくださいよ。印紙が飛んでくるんですよ。で、これ、これ貼ってない。消すんですね。もう一度見ましょうか。面白いでしょう、これ。うまいこと作ってますよね、ビューっと。貼ってない。納付しなかった。 因子税額とその2倍だから200円を貼っていなかったら200円とその2倍の400円実質は600円が硬い税自己申告は1.1倍220円取られる印紙をこれ消し印これは消し印ですよね消してないもう一回戻りますよこれうまいことつくでしょこれ印鑑でこれ消し印消してないこの場合は200円の硬い税が取られるとこういう,うなるわけだねはい いいですかね次、登録免許税、1000円ね、はい、課税標準がね、はいえー、課税標準かける税率なんですが、税額として、課税標準が1000円に満たない場合は1000円なんですよ。これね、税額計算して1000円未満でも、要さんから取りますよね、1000円になりますからね。はい 登録免許税はこれ軽減税率っていうやつなんですが住宅用の土地と建物があった場合宅地分かんないこれ上だけなんですね上もんだけなんですはい50平米上限なし事故の居住やから法人はダメですね取得後1年以内東京うこれこれ税率の問題ですね課税標準かける税率税額は所有権の保存は千0 0 0分の四が1000分の1と 1000分の4というのは0.4%だからね1.5になります。今度売買、所有権の移転をする、抵等権、経落抵等権の実行、これは抵等権実行される場合、どちらの所有権を失う、移転、経落する場合、1000分の20が1000分の3になりますからね。これも税率が下がるね、軽減税率。銀行から住宅ローンって家を買うと、抵等権設定する。 この場合、1000分の4が1000分の1になると。課税標準は借金したほが銀行から借りたお金なんですけどね、こ,のねこういうのがあすね。登録免許は3万円以下ね。はい。登録免許税の納税義務はいつなのかということで、3万円以下のときなどは、印紙納付は、可能現金納付が原則なんですよ。実務はもう印紙ですけどね、この辺ね。 用税基礎控除お金をもらった場合1年間で110万円までは課税されませんいきなり300万とかもうたらこれは税金かかりますですね。ですかはい住宅取得資金の相続時生産課税20歳以上って言うんですがお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんねはい。 そして20歳以上の子供も子供もやた親ですよねおじいおばあになると孫ってこというねおじいさんもねはいこの時にお金をもらうお金じゃない高いよこれ現物はダメですよこの現物の家では家の造りじゃなくて金をもらうこの場合床面積50で増改築で2500万まで引かずこれやっぱ法律はですね今ええー、ねどん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 お年寄りがお金持ってるから2500万金出してもので家買いなさいとこういうような話ですね こういういのが出てくるわけですね、はいはいえー、今ちょっと見ていただきましたようにねこんな形でですね結構やっぱり動いてですね、えー、まあまあ,あのもう少し、えー、ね、えー、と実際のオーおントックなんかではですねもっともっとこう、えー、ちょっと改正もお話をしたいと思いますし、まあ、あのちょっとプロモーションで今撮ってますので割とこうささっと進めましたけども結構やっぱり図が動くっていうのは分かりやすいんですね。 やっぱりそういうのがあこれからね勉強していく中では必要かなとだからオーブンドック君はこういう切り口で全部数字を覚えると今まで勉強してきたことの数字をもう一度ね以上なのか超えるなのかとかこういうところを確実にね勉強をしていっていただきたいというふうに思いますですかねまあ私から言えることは先ほども言いましたようにあのえこれですねえこのおまあおすすめとしては当然この全部で パックになっている方がお得ですから、えー、進めていただいたらこの養成講座というゼミがありますのでこれをどんどん進めていっていただいたらね、えー、勉強としてはレベルアップするかなというふうに思います。でこれはなぜ私が今進めているかというと実は私企業研修も結構やってるんですがなかなか成績が上がらない模擬試験が25点ぐらいとかもうだ,だいぶ点数が足らないという人がお盆特訓来てそういう回答力をやったり。 ね、今言ったようなやつをやっていったときに最終的に35点ぐらいでで通ってるんですねこれはもう人事もびっくりするぐらい通もえー、通ったんですかっていうだから今は企業研修にも案内をさせてもらってるんですけどもやっぱりあのそういうのがね聞くとね非常にうれしいし去年なんかでも、えー、沖縄の方が買っていただいたりねそはあの生は受けないんで通信ありますんでねお盆特訓なんかでしたらうれ、えーまあ、しいですよね。で、まあ、梅田でしたら今言ったように生で受けれますしで神戸なんかも中継はします神戸港にもね。 中継をしておりますので神戸校の場合は梅田でやったやつをそのまま生で流しておりますんでこれはまあそこでも受けていただけるしということでまあ特に今言いましたいくつかのね、えー、パターンで勉強はしていただけると思いますまあ大切なことはやはりきっちり勉強していくとでやはりお盆は勉強するということですやっぱお盆を夏場はやっぱり勉強しないかと思いますやはり夏場に勉強しなかった後で詰めようと思ったときに一夜漬けではやっぱりいけないというところですねだからこの辺ですねもう一度きっちり 勉強を進めていただきたいというふうに思います。で最終的にね、えー、合格を取りたいと。さっきも言いましたね。私の目標は何かと言ったら関わる皆さん方全員が合格してほしい。合格させたい。合格してほしいというその気持ちだけなんですね。もうそれ以外何もないんですよ。別に。そして最後になんか合格の美集が酔えたら一番幸せかなっていうね、えー、そういうふうに思います。まああと残すところ本当にだん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 日にちはすぐ経ってきまして。 え試験までね、えー、何ヶ月何ヶ月と言ってきますまあ、これからどんどん模擬試験なんかも出てくるしなかなかこう伸びなかったら悩むところもあるんですがまだまだこれからね伸びしろはいっぱいありますいろんな勉強方法が協力できると思いますんでね、ぜひきっちりとした勉強をして進めていただければいいかなというふうに思いますまた内容等で分からなければいつでも聞いていただいたらいいですしあと手続き等に関してはあ受付で 今の一応書いていただかなければ書類がねありますのでそれはご確認いただいたらいいかなというふうに思いますんでぜひえ頑張ってね一緒に合格がねできるようにしたいと思いますんでねまたあのねえお盆特訓その他回答力要請それから挑戦状それからメンタル道場でお会いできるのをねえ私自身は楽しみにしております。ぜひあのたくさんのね方が参加して みんなで合格したいと思いますぜひまたねお会いしましょう私の方からはこの辺で終わりますどうもお疲れ様でした